はい、こんにちは。今日もいい天気ですね。秋晴れね、素晴らしいですね。今日は金曜日ということで、出荷日になります。白菜を取っておりますね。こんな感じですね。もうちょっとなんですけれども、これだけ取るのにですね、実際は、これだけ残差というか捨てております。これからですね、白菜の収穫ということなんですけれども、ムキムキゲームということですね。どういうことなのか、ちょっとご覧になっていただければいいかと思いますね。はい、こういう状態ですね。よいしょ、よいしょ。で、はい、これが白菜くんですね。はい、こういう状態ですね。出せませんね。剥いて、剥いて、剥いて。はい、与藤くんがたくさんたくさんついてますね。剥いて、剥いて、剥いて。まず出せませんね。出せませんね。出荷できませんね。与藤くんいっぱい出てきましたね。はい、ということで、なくなっちゃいました。はい。ということで、これは出荷できません。残念です。ということで、このようにですね、かなりの量をまた捨てることになります。2個に1個の割合ですかね、出荷できるのは。そんな感じで、まあ残念ですが、この時期はしょうがないです。という、そんなムキムキゲームをした百姓の園の一日でした。それではまた。